王林高幸の停滞しようぜ。携帯指示書です、はい、どうぞ。3枚の中からこっち、こっち、はい、行きましょう。さあ、メーカーさんに一言ということで、パナソニックさんね、はい、Tさんに一言、いや、何かありますか？そうですね、結構僕は、僕的には、前のドコモで出たものがソフトバンクで出るっていうのに、まあ、こう安易に出してる感じがするなっていうのは正直言うと最初の1代目はありました、うん、でも2代目3代目と進んでいくにして、特に今回のこのガンダムの路線にこう実はこう進んだ話とかね、すごいなと思うんですよ、うんうん、で、あの外見のメカの部分はその自分たちのものは持っててもいいんだけど、それぞれのそのユーザー別になんか結構作り込みをしているのは僕は結構拍手喝采で、この路線を大事にしてほしいと思うし、うんうん、あともう一つはあのこれ結構ね、実は頑張ってるって言いつつ、実はもうちょっと他にもネタとして今日ぜひ、はい、ね、お伝えしたかったのが、最近ワンセグの端末ね、非常に増えてきてて、結構いろんなもう横画面で見れるのもみんな増えてきてるんだけども、この端末のすごいのは、あの長時間実は見れちゃう、うん、連続長時間実は、なんと、6.8 時間と、っていうことはですね、もちろんあの途中であれが変わるんで、エリア変わるんで、なかなかね、あのそう簡単にはいかないんですが、理屈上は東京大阪間の間でも全然、うんうん、行って帰ってこれるぐらい見れると、うん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 、でよくあるのはワンセグ見たいんだけども、うん、携帯のバッテリーが減るのが嫌だから、なんか我慢して使わなきゃいけないなっていう声はねよく聞くんだけど、うんうん、このモデルはそんなに我慢しなくていいかなと。ただあのさすがにあのなんでしょう、ゲームをですねやりまくると、それはちょっとあのだいぶ大変なことになるんで、そこはあの時々はこうバッテリーのメーターをですね気にしていただいた方が割といいと思うんですけども、うん、まあ、それでもすごいよくできてると、はいはい、もちろんあの音楽再生も長時間再生ができるし、あとそうですね、変わったところで言うと、まあ音声系のサポートですね、はい、しっかりトークとかも入ってますし、メディアジャンプボタンでワンセグ見てる時にすぐ、まあ、ヤフー携帯に切り替えできるとか、うん、結構ね作り込みがすごいしっかりしてるんで、なるほど、ある意味だからこのご親戚の方はご親戚の方で素晴らしいんだけれども、うん、いや形同じだから同じものが来てるよって感じじゃないなっていうところはちょっとぜひ皆さん、僕も正直言うと結構見直しましたけど、うんうん、もうオリジナルと思った方がいいということで、ね、うん、あの外見はあれだけど、うん、ね、中身は買いますぜっていうところをぜひ皆さんもあの見ていただくといいのかなと。じゃあメーカーさんに言うと、はい、よく頑張っていただいて、ぜひこの路線を進めていただいて、もっとこうなんかソフトバンクならではのものをどんどん作り込んでいってほしいなと、うんうん、どこもソフトバンクソフトバンクですっていうね、ぜひぜひ、もちろ ん、 なんかもう一個で au も頑張ってほしいし、うん、それぞれの特徴を生かしたものをぜひ頑張っていただきたいなと思います。なるほど、はい、はい、です、はい、今回はですね、音楽を本当に携帯で楽しんでる方が多いので、うん、携帯で音楽を楽しむ方法をもっと詳しく、はい、まあ、いろいろねダウンロードしたりとか、うん、過去にもいろんなものがあったんですけど、はい、ソフトバンクと、ドコモに関しては、まあ、手取り早い方法ができてきたので、はい、できてきたというか、まあ、前からあるんですけど、うん、環境はあるんでちょっとそれをご紹介しようかなと思いました。そうですね、みんなどうやってやってるのって改めてね、そうですね、はい、で一番あの手取り早いのは、まあ、世の中 MacOS もあるし、うん、iPod、iPhone もあるんだけども、うん、まあ、やっぱりWindows の人は圧倒的に多いよねってとこがあって、皆さん多分 Windows パソコン、まあ Vista とか XP 使ってて、Windows メディアプレイヤーっていうのがあります。で、Windows メディアプレイヤーを起動していただくと、こんな感じの画面が出てきます。これはまあ標準で最初からこういくつかライブラリには入ってるんですけど、これを起動してください。ここにまあ上に、プレビュー、ライブラリ取り込み、書き込み、同期なんてありますんで、今日は大変あの個人的な趣味で大変申し訳ないですが、ついこの前 DVD 出ました、去年公開されたアイアンマンの、サウンドトラックがありますん で、 でこれをちょっとまあここにドライブにドライブにこう入れていただいて、ここでこの取り込みっていうのを押してもらいますと、はい、ここでまあこういう形で、まあ実際これは CDDB データベースを叩いて、実際この CD は何ですかって情報を取ってきて、ここでいきます。でここで取り込みってすれば、ここの中に Windows メディアオーディオの形式で取り込みが始まります、うん、取り込みをしました、はい、でこれでまあここに音楽のデータが入ったというところまでは OK です、うん、で続いてご用意いただくのは、はい、これはまあソフトバンクなんでこういうものにしましたけども、まあ、簡単に言うとこの携帯の外部接続端子とパソコンの USB ポートをつなぐこういうそのケーブルが売ってます、うん、充電できるものもあるんですが、うん、いわゆるそのデータ通信のケーブルです、うん、これ、まあ、値段はいろいろでサードパーティー品もあるし、このソフトバンク売ってるものもあるし、うん、まあ、大体でも1000円2000円ぐらいで買えるかなって、はいはい、でこのケーブルを買ってます。でこのケーブルを当然ここにパソコンにこうやって差し、あこっち向きですね、はい、
さあ C のこいつを、まあ、今日はこの端末にここに刺すわけですが、ちょっとここで刺すときにですね、いきなり刺さないでほしい。嘘、なんで、はい、なぜかというと、これは 930P ですけど、ほとんどの端末には、USB をつないだときにどういうモードで動かすかっていう設定があります。うん、Windows Media Audio とつなぐときは必ずまずメインメニューから設定を選んで、ずっと下の方に行くとですね、外部接続という項目があります。はい、でこの外部接続を選んでもらうと USB モード設定となります、うんうん、おそらく標準では皆さん通信モードというところに入っていると思うんですが、これを、はい、ちなみにこの 930P だとマイクロ SD モードにすると、マイクロ SD の中で撮った写真をほら、うんうん、パソコンに取り組むものって前ご紹介しましたね。もう一つ実はここに MTP モードってあります。この MTP モードに切り替えてもらって、今度この携帯とパソコンをこの USB のケーブルでこうやってつなぎますと。普通よくなんか USB のケーブルとかでつなぐときに、なんかドライバーをインストールしたらなんか別個に CD ロムできてソフトを入れたりとかいろいろやったでしょ。いらない。 MTP モードの場合はこの Windows Media Audio、 Windows Media Player からこのその必要な情報ってここにちゃんともうそのまま認識して、ここで勝手にドライバー登録されるんで、余計なものは何もいらないです。でこれで出来上がったら、ここで認識されるんで、この右上のところにですね、これ Windows Media Audio のこのメディアプレイヤーの一番右上のところにソフトバンク 930P というのが出てきます。本当だ。ここにどの曲を選びますかっていうのを この左側の画面の方ですね、はい、ここのところから選んでもらって、でそれをこっち側にドラッグアンドロップしてもらえれば、まあ、データをそのまま取り込んだものを携帯で聴ける形式に変換してここに保存してくれます。なるほど。で終わったら今度はこのケーブルを外し、このメインのメニュー画面の中からミュージックプレイヤーを選んでもらってプレイヤーってするともう入ってるんで、もうさっき転送したものがここに入ってますから、このままここで音楽を聴くことができますと、はい、うんうん、で再生ってすれば聴けますんで、うん、聴くことができるんですが、当然こいつは Bluetooth 対応なんで、うん、せっかくですから、まあ、音声を聴けることもあるんで、うん、まあ、これソフトバンクは最近売ってるものですけれども、うん、こういったこの Bluetooth のヘッドセットとかありますから、はい、こういうのを聴いてもらえれば、これをまあ、うんうん、まあ、つけてもらって、こっちはもう携帯カバンの中でもいいし、はい、ポケットでもいいしっていう形で使ってもらえれば、うん、音楽はワイヤレスで楽しめると。じゃあ、 あれですね、音楽をパソコンからこっちに行くときに端末の設定をきちんとしておくこと。そう、 MTP モードにすれば OK です、はい、でこれ大事ね、この形式にして転送できる、うん、この Windows メディアプレイヤーから転送できる方法っていうのは、うん、ソフトバンクではまあこの P もできるし、はい、まあ、整地もできますし、実はドコモに関して言うと最新機種では LG の端末以外はほとんどみんなこの方法でできます。そうですか、はいはい、となると au の人は、はい、どうなんだ。ああ、はい、au の人はほらもう前々からやってますけど、リスモがありますんで、もともと標準でほぼ全機種が実は au はリスモがあるんで全くできるんで、なおかつパソコンなくても au ボックスはできますから。ああ、そうかそうか。だからもう全然それは気にしなくてもいい。ドコモとソフト、そう、ドコモとソフトバンクの場合はこの方式を使ってもらうという。ちなみにソフトバンクに関しては S ミュージックコネクトっていうサービスを従来やってたんですが、はいはい、これが実は3月いっぱいで終わってしまったんで。そうですか。だから今後はこの方法で、まあ、やってることは実はね変わらないんだけど、この方法でできますんで、うん、930P を買った人はこの方法で音楽を聴いてもらうといいかなと思います、はい。私はもう端末 MTP、 そう MTP モードにするという、はい、切り替えて接続、はい、コードを接続ってことです、はい、それを覚えてください。覚えてやります、はい、今日はソフトバンク 930P、はい、やっぱゲームね、はい、あ、うん、はいはい、すいません、ゲームすごいですね、はい、ぜひ皆様遊んでいただいて、はい、まあなんか結構ガンダム好きな人は、まあ一回ぐらい体験してみてもいいかなと思うぐらいの出来で、特に僕のお知り合いのライターさんでガンダム大好きな人は、もうね、仕事そっち抜けでずっと遊んでたそうなんで。ずっと遊んじゃうと思いますね。だからぜひ、好きな人は体験していただくといいかなと思います。なるほど。そして今日はエイプリルフールです。そうでしたね。そうなの、1年に1回しかないからね。なんかね、うん、今日なんか忘れてる。びっくりネタとかやろうかな。なんかネタないの、なんか面白いじゃない。じゃあ次回からアシスタントが変わります。うん、どう？そうなの？はい、というわけで、どう？本当に？どうすんの？どうかな？エイプリルフールかな？どうすんの？お楽しみに。はい。どうすんの？